1階は日戸川関の豪雪でして、その地元の小学生さんとか地元の方々がこの日戸川関について勉強していただけるという設備になっています。こちら来ていただきまして、結構地元の小学校の方とかが感想とか書いていただいてるんですよ。で、こちらの端末とかはね、クイズをしていただきまして、で、こういうふうに木の田の情報をクイズ形式で5問ランダムに何十問もあるのか出させていただいてます。それとか結構子どもたちがゲーム感覚で触っていただいて、夏休みの自由研究とかでも使っていただいたりします。時間切れしてたんですけれどもこういう感じでいくつかの絵とか組み合わせで作られてます。またこっち側見ていただきまして、こちら木の川大関の上流側にこんな大きな木が流れてきたことがあります。こんな大きな木がゲートにかかりますとゲートが閉まらなくなりますんで、これ撤去して木の川ぶどきの丘っていうところに持ってきました。これ見た？ぶどきの丘で見た？見た、うん、で、くるっと回っていただいてます。こちらが木の川の立体模型になるんですけれども、だいたいこの辺りが三重県と奈良県の境川、大台ヶ原というところになります。ここですか？で、大台ヶ原っていうところから流れ始めまして、で、奈良県を通って下流側の和歌山の港まで、こちらの長さが約36キロあります。吉野川で、そうなんです。吉野川っていうのがこの奈良県の間は吉野川って言われるんですけれども、その由来はですね、この辺りに吉野地域っていうのが奈良県であるんです、うんうん、その吉野地域を流れていきますんで吉野川というふうに言われています。こちらはですね、下に展示してますのが木の川の源流から流れ出し和歌山の港までのところです。源流はどこですか？源流はこの辺りでして、ここに源流が、この辺りになるんですけれども、ここに源流があって、三重県と奈良県の境川、大台ヶ原というところを発しまして、大迫ダムがまずありまして、大滝ダムで、この渓谷といった山の間を通りまして、なんか面白い、なんか面白いで、奈良県の間はこの吉野川、うん、和歌山県に入りまして紀の川なんですけれども、うん、まあ河川名としては全部紀の川になります。うん、で、皆さんが来ていただいているのがこちらの紀の川関になります。うんうんうん、ね、こちら木の川大関になりまして、うん、木の川大関の役割なんですけれども、はい、大体3つほどあります。治水の役割をする、水を蓄える機能とですね、水をコントロールして出す機能、ゲートと言われる鉄の板を水の中に下ろしてまして、こちらに普段水を蓄えてます。もし台風などで氾濫しそうになりますと、こちらゲートをワイヤーモーターで持ち上げまして、水を流してスムーズに流せるようになってます。昔この上流に振動体積っていうのがあったんですけども、振動体積っていうのが水を蓄える機能はコンクリートのブロックであったんですけれども、それだと大雨になった時にどうしても越えて流れるために水かさが増して流れてしまって堤防氾濫の恐れにつながりましたので、この木の川関は下を流せるように考えられています。水を蓄える機能なんですけれども、大関普段は TT 東京の水位から海水位から比べて 3.6 メートルぐらいの高さ水を蓄えてまして、この水を地元の水道用水や東洋用水、
農業水などに使っていただけます。またこのピノトワなんですけれども、樹洞っていうのを整備しました。野生の新郎堆積の時は樹洞があったんですけれども、今ほど蝶とは多種多様に設けておりませんで、ライドの素性など鹿の素性に妨げになることがありました。そのためにですね、その木の太郎月では呼び水路っていうのがこの堰の脇からですね水を流しまして、逆らって水に逆らって登っていこうとする性質があります。そのわざと抵抗をつくことによりまして、この魚道に入っていきやすいように身を呼び込むための水、呼び水というのを流して誘い込んで、これが人工河川式魚道といって緩やかな流れ、反勾配水路式魚道、また速い流れのベインイルバーチカルスロット式魚道、階段状に流れて階段式魚道というのを3種類左右に設けました。流す水の水質や水位などを測っておりまして、この涼水塔といわれる水の中に浮かんだコンクリートの柱の下でセンサーで感知して光ケーブルでこの木の川関管理所まで送ってきてもらってます。ぐらいです。あと またですね、この除道この辺結構治水域になりまして、下流側から流れてくる潮、満潮などで潮を流れてくるんですけれども、こちらの方で治水域になりまして、治水域っていうのは川の水と海の塩水が混じり合ったところで、よくプランクトンやまた川の魚が流れてきてしまった時にちょっとまあ慣れないんで橋の方に寄っていったりして、結構それを目当てに海の魚とか戻ってくるんですけれども、結構釣りはしやすい場所かもしれないんですけど、この涼水塔からこの上流のこれ水道の水管橋っていうんですけれども、この間はちょっと釣りの穴場なんですけれども、釣りは安全のために禁止させていただいている期間になります。また数年前ですね、こちらの石柱の方にボートがぶつかったことがありまして、それ以降こちら涼水塔から涼水塔大体200メートルずつあるんですけれども、その間もちょっと船の方向は禁止させていただいております。つまり固定されたコンクリートで積み上げただけの堰でして、その場合は上流から流れてくる水っていうのはその上を越さなきゃならなかったんです。そうするとどうしてもその越すときに水かさが上がってしまって氾濫の原因になったんですけれども、この木の川関に変わりましてからはゲートっていう鋼鉄の板、大体重さが493トンある鋼鉄の板を大体7も備えてまして、主流と5門より流量調節2門ずつですね、それを持ち上げたり、流量調節は下を流すんですけれども、持ち上げることによって下を水が流れていけるようにしたんで、上流の水位が上がらないって流せるようになってるんです。それによってこの堤防にダメージを与えないとか、